イダ・ターブル、イーダ・ミナーバ・ターベルは、アメリカ合衆国の作家、ジャーナリスト。ペンシルベニア州、エリー郡で、共和党員の娘として生まれた。彼女の兄弟のうちの二人は、エイブラハム・リンカーンと知り合いであった。また、彼女の父親は、ジョン・ロック・フェラーとサウス・インプルーブメント社の、共謀によって事業から放逐された。これらのつながりは、彼女の後の経歴に影響した。 1880年に学士号を、1883年に修士号をアレゲニー大学から受け取った。1894年にマクルーアマガジンの編集部に雇われた。彼女のエイブラハム・リンカーンに関する連載は、同志の購読数を2倍にした。彼女はすぐに調査報道に取り組むようになり、彼女とそのスタッフ、例、スタナード・ベイカー及びリンカーン・ステフェンズは有名な。 マックレイキングトリオとなった。ターベルは友人のマーク・トウェインによる取りなしで、ヘンリー・ h ロジャーズと知り合いになった。ロジャーズは当時スタンダード・オイルで最も有力な取締役であった。ターベルとロジャーズの間の会合は1902年1月に始まり、続く2年にわたって規則的に継続した。ターベルは様々な事例史を提示し、ロジャーズはそれに関する説明。 文書と数字を提供した。ロジャーズは彼女が援助の有無に関わらず記事を書くことを知っていたため驚くほど隠し立てしなかった。彼はターベルの記事が正確であることを確認したかった。そして会社のためにあることは正しくされた。 ロジャーズとの広範囲なインタビューに続いて、マクルーアシのためのスタンダードオイルへの彼女の調査は1902年11月から1904年10月まで、19、章まで続いた。これらは1904年に、スタンダードオイルの歴史として出版された。同書は1999年に、20世紀の、ジャーナリズムのトップ100作品リストで5位となった。 ロックフェラーとスタンダードオイルに対する公の非難は先だって存在したが、ターベルの本の出版はスタンダードオイルに対する攻撃を煽ることとなり、同書は1911年のスタンダードオイルの分解を促進したことを称賛される。彼らは公正な勝負を行わず、自らの巨大さで破滅した。と彼女は記した。1906年にターベル、ベーカー、 ステフェンズと編集者のジョン・フィリップスは、マクル・ア氏を去り、アメリカンマガジン誌を買いを買収した。同氏で彼らは終文を漁るスタイルを捨て、より楽観的な取材を行った。彼女と残りのスタッフの多くは1915年に、同氏を去った。この間に彼女は、コーラーズをイークリー誌に起用した。ターベルの他の著書は、エイブラハム・リムカーンの生涯。 女性であるビジネス、女性の方法、エルバート・ h ゲイリー電気、OMD ・ヤング電気、ビジネスの国有化1878から1898予び自助電当たり前のことを含む。1944年に86歳で、肺炎により死去した。2000年10月7日、ターベルは、ニューヨーク州セネカフォールズの全国女性の栄誉の、伝道入りをした。 2002年9月14日にアメリカ合衆国郵便公社は女性ジャーナリストを記念する一連の4枚の切手シリーズの一部としてターベルの記念切手を発行した。ありがとうございます。